芥川龍之介作。秋。一。信子は女子大学にいた時から再演の名声を担っていた。彼女が早晩作家として文壇に打って出ることはほとんど誰も疑わなかった。中には彼女が在学中すでに300何枚かの自叙伝体小説を書き上げたなどと吹聴して歩く者もあった。が学校を卒業してみるとまだ女学校も出ていない妹の照子と彼女とを抱えて後家を立て通してきた母の手前もそうはわがままを言われない複雑な事情もないではなかった。そこで彼女は創作を始める前にまず世間の習慣通り縁談から決めてかかるべく余儀なくされた。彼女には俊吉といういとこがあった。彼は当時まだ大学の文化に席を置いていたが、やはり将来は作家仲間に身を投ずる意思があるらしかった。信子はこのいとこの大学生と昔から親しく往来していた。それが互いに文学という共通の話題ができてからはいよいよ親しみが増したようであった。ただ彼は信子と違って当世流行のトルストイズムなどには一向敬意を表さなかった。そうして始終フランス仕込みの皮肉や軽句ばかり並べていた。こういう俊吉の冷笑的な態度は時々万事真面目な信子を怒らせてしまうことがあった。が彼女は怒りながらも俊吉の皮肉や軽句の中に何か軽蔑できないものを感じないわけにはいかなかった。だから彼女は在学中も彼と一緒に展覧会や音楽会へ行くことがまれではなかった。もっとも大抵そんな時には妹の照子も一緒であった。彼ら三人は行きも帰りも気兼ねなく笑ったり話したりした。が妹の照子だけは時々話の圏外へ置き去りにされることもあった。それでも照子は子供らしく飾り窓の中のパラソルや絹のショールを覗き歩いて、格別観客されたことを不平に思ってもいないらしかった。信子はしかしそれに気がつくと、必ず話頭を転換して、すぐにまた元の通り、妹にも口を聞かせようとした。そのくせまず照子を忘れるものはいつも信子自身であった。俊吉はすべてに無頓着なのか、相変わらず気の利いた冗談ばかり投げつけながら、目まぐるしい往来の人通りの中を大股にゆっくり歩いていった。
信子といとことの間柄はもちろん誰の目に見ても来たるべき彼らの結婚を予想させるのに十分であった。同窓たちは彼女の未来を天でに羨んだり妬んだりした。ことに俊吉を知らない者は滑稽というより他はないが、一層これが甚だしかった。信子もまた一方では彼らの推測を打ち消しながら、他方ではその確かなことをそれとなく恋にほのめかせたりした。したがって同窓たちの頭の中には、彼らが学校を出るまでの間にいつか彼女と俊吉との姿があたかも新婦新郎の写真のごとく一緒にはっきり焼き付けられていた。ところが学校を卒業すると、信子は彼らの予期に反して大阪のある商事会社へ近頃勤務することになった工商出身の青年と突然結婚してしまった。そうして式後2、3日してから新婦と一緒に勤め先の大阪へ向けて立ってしまった。その時中央停車場へ見送りに行った者の話によると、信子はいつもと変わりなく晴れ晴れした微笑を浮かべながら、ともすれば涙を落としがちな妹の照子をいろいろと慰めていたということであった。同窓たちは皆不思議がった。その不思議がる心のうちには妙に嬉しい感情と、前とは全然違った意味で妬ましい感情とが混じっていた。ある者は彼女を信頼してすべてを母親の意思に帰した。またある者は彼女を疑って心変わりがしたとも言いふらした。がそれらの解釈が結局想像に過ぎないことは、彼ら自身さえ知らないわけではなかった。彼女はなぜ俊吉と結婚しなかったか、彼らはその後しばらくの間寄ると触ると重大らしく、必ずこの疑問を話題にした。そうしてかれこれ二月ばかり経つと、全く信子を忘れてしまった。もちろん彼女が書くはずだった長編小説の噂なぞも。信子はそのうちに大阪の郊外へ幸福なるべき新家庭を作った。彼らの家はその界隈でも最も閑静な松林にあった。松ヤニの匂いと日の光と、それがいつでも夫の留守は2階建ての新しい借家の中に生き生きした沈黙を了していた。信子はそういう寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと、きっと針箱の引き出しを開けては、その底に畳んでしまってある桃色の書簡線を広げてみた。書簡線の上にはこんなことが細々とペンで書いてあった。もう今日限り
お姉様とご一緒にいることができないと思うと、これを書いている間でさえ、とめどなく涙があふれてきます。お姉様、どうか、どうか私をお許しください。てる子は、もったいないお姉様の犠牲の前に、何と申し上げていいかもわからずにおります。お姉様は私のために今度のご縁談をお決めになりました。そうではないとおっしゃっても、私にはよくわかっております。いつぞやご一緒に帝劇を見物した晩、お姉様は私に、俊さんは好きかとお聞きになりました。それからまた、好きならばお姉様がきっと骨を折るから、俊さんのところへ行けともおっしゃいました。あの時、もうお姉様は、私が俊さんに差し上げるはずの手紙を読んでいらしたのでしょう。あの手紙がなくなった時、本当に私はお姉様をお恨めしく思いました。ごめん遊ばせ、このことだけでも私はどのくらい申し訳がないかわかりません。ですから、その晩も私にはお姉様の親切なお言葉も皮肉のような気さえいたしました。私が怒ってお返事らしいお返事もろくにいたさなかったことはもちろんお忘れになりもなさりますまい。けれどもあれから二三日たってお姉様のご縁談が急に決まってしまったとき、私はそれこそ死んででもお詫びをしようかと思いました。お姉様も俊さんがお好きなのでございますもの。お隠しになってはいや、私はよく存じておりましてよ。私のことさえお構いにならなければ、きっとご自分が俊さんのところへいらしたのに違いございません。それでもお姉様は、私に俊さんなんぞは思っていないと何度も繰り返しておっしゃいました。そうしてとうとう心にもないご結婚をなすっておしまいになりました。私の大事なお姉様、私が今日鶏を抱いてきて大阪へいらっしゃるお姉様にご挨拶をなさいと申したことをまだ覚えていらしって、私は飼っている鶏にも私と一緒にお姉様へお詫びを申してもらいたかったの。そうしたら何にもご存じないお母様までお泣きになりましたのね。お姉様、もう明日は大阪へいらしておしまいなさるでしょう。けれどもどうかいつまでもお姉様の照子を見捨てずにちょうだい。照子は毎朝鶏に絵をやりながら、お姉様のことを思い出して、誰にも知れず泣いています。信子は、この少女らしい手紙を読むごとに、必ず涙がにじんできた。ことに、中央停車場から汽車に乗ろうとする間際、そっとこの手紙を彼女に渡した照子の姿を思い出すと、
何とも言われずにいじらしかった。が、彼女の結婚は、果たして妹の想像通り、全然犠牲的なそれであろうか。そう疑いを差し挟むことは、涙の後の彼女の心へ、重苦しい気持ちを広げがちであった。信子は、この重苦しさを避けるために、大抵は、じっと心よい感傷の中に浸っていた。そのうちに、外の松林へ一面に当たった日の光が、だんだん黄ばんだ暮れ方の色に変わっていくのを眺めながら、